クリスマスに羽生スマイル。羽生譲る。サンドイッチマンのスポーツ年一で独占インタビュー。ご視聴ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ情報をご提供させていただきます。サンドイッチマンのスポーツ年一羽生譲るクリスマスに降臨。大谷翔平ワールドカップサッカー日本代表村上様も、豪華競演 SP が TBS k にて12月25日21時から放送される。 この番組は昨年12月に深夜帯で初めて放送。今年は12月25日のクリスマスにゴールデンタイムで放送されることになった。2022年にスポーツ界を沸かせたスターたちを独自の調査と最新 AI で分析し、選手本人も気づかなかった驚きの新事実を発掘。 さらに、アスリート本人への直撃取材や、スタッフが全力で調査した、年一でしか見られない独自の、一番を届ける。7月に、プロ転向を表明した、プロフィギュアスケーターの羽生譲弦に、番組が独占インタビュー。インタビューにあたり、150時間以上の会見をすべてチェックした。どんな質問にもスマートに答え、羽生語録とも言われる名言の数々がある中、番組が注目したのは、スケート以外で、18年一聞かれた質問。 どんなジャンルの質問を聞かれてきたのかを、羽生本人がランキング予想。今年の漢字や音楽そして、結婚感など、過去の答えから気になる現在の答えまで、NG なしの本音で回答する。そして、その1位について、さらに深掘りの年1を調べていくと、新事実が明らかに、その他にも、日本中が熱狂した、FIFA ワールドカップ、カタール2022では、激闘を終えたばかりの、サッカー日本代表首相の吉田麻也選手を直撃。 年一興奮したシーンや現地での裏話を大調査する。また、今大会の興奮名場面を日本音響研究所の音声分析を使ってランキング。吉田選手には VTR を見てランキングを予想してもらう。そして、今年13社連続脱三振でギネス世界記録に認定され、プロ野球界に衝撃を与えた千葉ロッテマリーンズ佐々木朗希投手にプロ野球を引退したばかりの杉谷健志氏が独占直撃取材。 佐々木投手に年一聞きたいことを自らチ葉ロッテ関係者に聞き込み調査し佐々木投手にぶつけるさらにご当地年一と称し東京ヤクルトスワローズの村上宗隆選手北京五輪メダリストのそれぞれの地元で年一調査を観光都内と地元では調査結果に一体どれぐらいの違いがあるのか今年も大活躍だったエンゼルス大谷翔平選手の年一ももちろん発表今年出場した全157試合を全てチェックし 普段はクールな大谷選手が一番笑顔を見せたマルヒ場面を AI 分析を使って独自調査する。さらに日本ハム時代のチームメイトであり、先輩でもある杉谷健志氏が大谷選手へ送ったあるメッセージにスタジオは大爆笑。ゲストは MLB ミネソタツインズの前田健太投手、杉谷健志氏、FIFA ワールドカップカタール2022で話題となった美人サポーター書能、中川翔子、岡田優衣、フワちゃん、キモンディ。 サンドイッチマンのスポーツ年一羽生譲るクリスマスに降臨。大谷翔平ワールドカップサッカー日本代表村上様も、豪華共演 SP は TBS 系にて12月25日21時放送、コメント、インタビューにあたり150時間以上の会見をすべてチェックした、こういうのが大切。 羽生くんに対するスタンスが長年定まらない某スポーツ新聞がたまたまフレッシュな記者が羽生くんに対するほのぼのとした記事を一回掲載できたからといって評価は覆らないインタビュー対象者の貴重な時間をいただくわけなのでリスペクトがあるのであればグラウンドワークが大切聖なる夜の天使からの贈り物これもまた羽生結弦るのギフトでしょうかクリスマスに羽生さんのインタビューが見られる日が来るなんて ユーミンのオールナイトニッポン、NHK のクラシック TV、仙台市長杯のサプライズ演技へとセトラ、前人未踏の華麗なプロローグを奏でながらなんて、たくさんのお仕事をこなしてこられたんだろう、と思います。今夜はユーミンと語る、言葉の凄さ、あさっては記事の通り、同郷のサンドイッチマンさんとの、年一、そして紅白は、今の羽生さんに会える、羽生譲るの、分水霊となった怒涛の一年を締めくくるに、ふさわしい年末になりそう。 振り落とされずに、ついていけるかドキドキです。きっと、羽生さんは、子供の頃から目指してきた、遠い波の彼方の金色の光に向かって、眩しい進化を止めないのだと思います。去年深夜の放送で、今年はゴールデン。よっぽど去年の番組が面白かったんですね。出演されるアスリートが、なんとも豪華 ?CM で羽生さんが、すごいと、悔しいって言ってるように聞こえたんですけど、何なんだろう。羽生さんが、こういうバラエティっぽい番組に出るのは、珍しい。 ので必見です。絶対見ます。放送を楽しみにしています。これはすごくワクワクしますね。すでに録画予約しました。楽しいクリスマスになりそうです。それにしても、クリスマスも年末年始も、楽しみがいっぱいで幸せ。まずは、今夜はラジオを忘れずに聞きます。これは期待が高まります。他番組では深掘りとか言いながら、浅いというか、気質のばかりでしたから。サンドさんが MC だし、心底安心して見れます。楽しみにしています。ご視聴ありがとうございました。 これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。